毎回どこでやるか迷うんですけども、今日はここですね。あの前にある建物はシーバスハイムで、例のあの白石隆弘くん事件の現場です。そこが見える公園でお届けしたいと思います。でね、今日のテーマは、部落探訪を許しがたい吉村知事と政策懇談会。これね、5月17日に大阪府の、まあ、吉村知事と、あと、まあ、あの解放同盟のね、赤井委員長が、まあ、政策懇談会というのをやってるんですね。ちなみにこの5月17日っていうタイミングなんですけども、この後に例の長谷川豊さんの一件があるんですよね。でここでこの吉村知事が何と言ってるかというと、まあ、部落探訪について許しがたい学術研究の名を借りてやっており大きな問題だと、法務局に削除を要請しているがまだ掲載されていると、あとまあ行政としてできることをやっていきたい、それでね、まあ、解放同盟からいろいろ言ってるんですけども、まあ、童話問題をはじめさまざまな人権課題に取り組んでおられることに敬意を表したいと、部落探訪については報告も受けているし許しがたいものだと思う、学術研究に名を借りて防御線としてやっており大きな問題だ、市町村と共同で法務局に削除要請をしているが未だ掲載されている、意図的に個人名が分かるようになっており政治的意図も感じる、表現の自由の名のもとにやりたい放題やってるのはおかしいと。でね、まあ吉村知事はね、とにかくね、この部落探訪というものちゃんと、まあ、見てるんでしょうね。こういうことを書いてるっていうことは、書いてるっていうか言ってるっていうことは見てるんでしょうね。だからあの動画なんかを見てですね、よく吉村知事自体も勉強した方がいいんじゃないかと思うんですよ。結局維新についてはですね、その部落問題の姿勢がどうこうっていうより根本的にね、なんか知識が不足してるんです。でまずまあ長谷川豊に関してはまたなんか動画上がってたんですけども、なんかもう共産党って連呼してるんですよ。だからもうこれ共産党なんでね、この部落問題に関して共産党を連呼する人って大体分かってないんですよ。で橋下徹もそうなんですよ。実はまあ童話行政が問題になった時にね、なんかまあ共産党っていうのはまあ例によってそのまあ童話行政やめろっていうようなことを言うわけですね。それに対してまあなんか会話なんか共産党っていうのはなんかこう、まあ、イデオロギーで言ってるだけなんじゃないですかみたいなことを言ってるんですよね。この共産党と部落問題の関係っていうのはですね、まあこれはね説明するとすごい長くなるのでまた改めてやろうかと思います。まあ視聴者の方で分かってる方はいらっしゃると思うんですけども、これすごく根が深い問題なんですよ、うん。まあ、共産党っていうよりは、まあ、人権連とかね、まあ、その前身のもう水平社から この歴史の流れっていうのは関わってくるので、そうそう簡単な問題じゃないんですけども、もう長谷川豊にしてもね、橋本徹にしても吉村知事についてもしても とてもね理解してるとは思えないところがあるんですよ。で維新といえば橋本徹知事の時代にね、在徳会の桜井誠と対談してるんですよね。でそれもなんか対談っていうよりなんか桜井誠がもう自分の本を紹介して、それでもうあれこれあれこれなんかよく分かんないことを上向くだけほとんど会話になってなかったんですよね、うん。まあ、あれはもうあの桜井誠が多分ね本を宣伝したかったっていうのが大きかったと思うんですよ。でもね僕はね、まあ、そういうことしないんで、ちゃんとねちゃんと会話になるようにするので、だから吉村博文もね、ここであれこれね、なんか政治的意図があるんじゃないかとか、なんかそういうあれこれ想像するんじゃなくて、僕に直接聞いたらいいんじゃないかと思うんですよ。だから、いや、吉村博文が、鳥取ループと対談してもいいっていうんだったら、ぜひしたいと思います。というかね、吉村知事、もし見てたら対談しましょう。そして今日のテーマはもう一つあってですね、これなんですね、令和日本のタブー別冊宝島。今回はね、なんでこれ買ったかって言うと、これなんですね。部落解放同盟全国部落調査裁判っていうことについて載っててね。で、これ、実はまあ読んだんですけどね、なんかライターが、これ、
千葉哲也さんになってるんですけど、これ毎年ね、部落関係は上原義弘さんが書いてたんだけど、干されたのかなと勝手に想像してます。ただこの千葉哲也さんからね、僕取材受けてないんですよ。だからこの人ね、もうなんか YouTube とかネットの情報で書いてるだけっていう感じですね、これ見たら。で、全国部落調査の話っていうのは実は最後にちょっとやってるだけでね、ほとんどこの長谷川豊の話なんですよ。うん、長谷川豊がなんか共産党連呼してることが書いてあるんで、まあ確かに長谷川豊はレベル低いっていうのは僕もそう思いますよ。でも、まあこの人に限らずね、ちょっとね、よく考えてないんじゃないかなと思うのが、僕ね、8時でね、別に長谷川豊がね、この件で、公認取り消しにする必要なんてないと思うんですよ。いや、前の動画でも言ったんだけど、別に維新の人間なんてね、なんか戸籍の出生地でブラック差別の原因になるなんて言ってた橋本徹なんかも、もうその程度の知識のレベルなんですよ。だからその知識のレベルっていう点では、長谷川豊も大してね、維新のメンバーも偉そうなことを言えないわけですよ。で、長谷川豊がじゃあなんで悪いかって言ったら、解放同盟の意に沿わないことを言ったからっていうことでしょ。つまりどっちにしろ知識レベルっていうのは大して変わんなくて、ただその政治的なその意図というか方向性がですね、解放同盟の意に沿うかどうかって、まあそんだけの話なんですよ。で、まあ、死の交渉とか歴史的な話なんだけど、大体ね、その、特にね、大阪の解放同盟なんてね、この、江戸時代の身分なんかと全然関係ない人らですからね。大阪の部落っていうのはもう都市スラムですから。で、活動家っていうのは別に研究者っていうわけでもないんで、こう、歴史的見解についてああだこうだ言う権利があるっていうふうには僕はっちして思わないんですよ。いや、まあ言うのはいいんだけど、じゃあだからって公認取り消しにするような話かっていうかね。でも長谷川豊さんの場合は別にこれ以外にもいろいろ公認取り消しにする理由ってあるような気もするんだけど、まあとにかく、まあそういうことはこれには書いてあるんですね。で、あとは、まあでも全般的にもう解放同盟に寄り添ったというか、まあ、なんというかな、あんまし深く考えてないんだと思いますね、このライター。とりあえず、まあ無難なところで書いてるっていう感じですね。で、全国部落調査についてもね、なんかもうネットに載ってるようなことをコピペして、で、なんか最後は解放同盟をはじめとする同和団体にとっての真の問題は全国部落調査の復刻問題よりもむしろ日本、特に若い世代の差別に対する無知無関心ではないだろうか。いや、まあそれはそうだと思うんですよね。で、ただなんかここに書いてあることって、みんななんかじゃあこの本書いてる人にもなんかブーメランになってるんじゃないかって気がするんですよね。まあ本当に学術目的で資料収集利用している人がわざわざ電子書籍で復刻版を販売する必要性はあまりないわけで、以前から解放同盟のスタンスとは相入れない関係にあった宮部氏が差別ではないと言いながら、差別図書の原点とされる全国部落調査を興味本位で見たがる人のためにばらまいているのではないかと考えてもおかしくないからである。まあ実際、まあ確かにそうなのかもしれないです。でもね、でもその興味本位でばらまくっていうんだったら、じゃあこの本何なんだよって、こんなね、令和日本のタブーってこんなもっともらしいね、タイトル捨ててあれこれこう並べてるわけでしょ。で、こんなもん、その、興味本位の人にばらまいて儲けるっていうもんじゃないですか、この宝島のやってることもね。というか、出版ってそういうもんじゃないですか。だから、興味本位だったら、じゃあなんで悪いんだと。吉村博文もね、なんか、その、学術に名を借りてるって言ってたけど、まあ、でも実際もう、ブログ見てる人はわかるけど、相当学術的なね、コメントがついてるんですよ。特に部落探訪の藤井寺氏のコメントなんかすごいですよ。なんか本職の研究者がコメントしてますからね。あの人本物ですよ。興味本位じゃなくて、解放運動のためならいいんだみたいなことを言ったとしますよ。じゃあ解放同盟が全会連とかね、共産党系の団体やったことは何なんだっていう。その、解放運動目的でやってても、まあイデオロギーというかね、まあ、途中でまあ喧嘩別れしたっていう、まあそれだけのことで、共産党系の人を差別者扱いして、で、なおかつ窓口一本かって言ってね、同和対策からも排除したりとか、まあ、やりた放題やったわけでしょ。
だから解放運動の目的だったらいいっていうのも、これも嘘なんですよ。で、じゃあ学術目的ならいいんだって言ってもね、じゃああんたら塩見千一郎に何やったの？ねえ、自転車のサイトもこれも塩見千一郎で検索していただければ、じゃあ解放同盟が塩見千一郎さんに何やったかっていうのも分かりますので、だから解放運動だったらいいとか学術目的だったらいいとか、まあそういう感じのことを言うけどね、この行政も解放同盟、んなもう嘘ですよ、嘘。もう以前この役所とか解放同盟がやってきたことっていうのをちゃんと調べれば、そんなもん嘘だっていうことは分かるんですよ。だから要は自分らの意に沿わなかったら別にね、そんな解放運動のためだろうと学術研究だろうとどうでもいいんですよ。意に沿わないやつはとにかく潰すっていうのがあの人らの考えですから。まあだから無知無関心が問題だって言うんだったらね、この、千葉哲也さんでしたっけ、千葉哲也さんもですね、だったら僕に取材しに来たらいいんじゃないですかね。で、解放同盟のにも取材してね、双方の言い分載せたらいいんですよ。なんかこういうネットの情報コピペじゃなくてね、でこういうなんか無難な線で終わらせるんじゃなくてね、自分も自分なりの意見を言えばいいんじゃないですかね。でも自分なりの意見言った人間っていうのは潰されるんですよ。だからこの無知無関心とかな、まあ書いてあるけども、じゃあこのこれね、いやなんで今回上原芳弘じゃないんですかね。上原芳弘さんの方がいろいろ自分の意見を書くし、この千葉哲也さんよりもよっぽど知識があるし関心を持ってると思うんだけど、そういう知識を持ってて関心を持ってる人っていうのを排除して無知無関心ではないだろうかっていうのも、なんかおかしな話だなと思うんですけどね。ということで、まあ本日の啓発動画でした。